平子真嗣アニメ2期で挽回お披露目。1、平子の挽回。5艇13隊5番隊隊長平子真嗣、関西弁を話すひょうひょうとした立ち振る舞いの隊長にして、ワイザードのリーダー格。アイゼンの謀略により一時はソウルソサイティを追放されますが、アランカル編後に隊長職に復帰。金髪のおかっぱヘアに斜めに切り揃えられた前髪と、とにかくおしゃれさを前面に押し出したようなキャラクターで僕は大好きです。残白刀は魚で、会合は倒れろ。解放すると刀の持ち手が円形に変化する軌道系の残白刀で、有する能力は対象の前後左右上下、見ている方向と切られる方向を任意で逆にする精神感能。最終章千年決戦編では平子の声も逆再生で聞かせることができるようになっていました。挽回は坂島横島八方塞がり、解放するとなでしこの花を思わせる花形の台座が出現。能力は敵と味方の認識を入れ替えるという同士打ちを誘発するピーキーな能力で、1対他の戦闘でのみ使用可能な特殊な挽回です。コミックス本編では平子の挽回は描かれず、本編終了後を描いた小説 Can't Fear Your Own World にて初お披露目。その後ソーシャルゲームブリーチブレイブソウルズにて実装され、動く平子の挽回が初めて描かれました。今回はそんな平子の挽回がアニメ千年決戦編第2期で描かれる可能性について見ていきましょう。2、単行本の消化ペースとアニオリ。アニメ千年決戦編第1期は全12話、原作の55巻から61巻の中盤までが描かれました。ペースとしては約6巻。一方でアニメ千年決戦編は全4クールの予定なので、単純計算で 6×4、 24巻分を消費できる計算になります。ただ千年決戦編の原作は55巻から74巻の計20巻分と、このままだとアニメの進行ペースと比べて4巻分の余りが出てしまいます。第1クールもイチゴ VS ユーハバッハのアニオリ描写や各種キャラクターのアニメ保管などオリジナル要素が追加されていたので、第2クール以降の戦闘でオリジナル要素が追加される可能性はかなり高いと言えるのではないでしょうか。実際に久保太斗先生の公式ツイッターアカウントも、1クール目同様アニメで追加されるバトルやシーンがあるかもとツイートしているので、何かしらの形でのアニオリ追加はほぼ確実と思っていいかもしれませんね。3、ティザー映像の平子のセリフ。アニメ千年決戦編第12話の放送直後にお披露目となった第2クールのティザー映像。劇場版の予告と見間違うほどのクオリティとおされさにテレビの前の僕は震えるしかありませんでしたが、ティザー映像の中で登場した各キャラクターの劇中セリフの中で原作には登場していないセリフがありました。それがこちらになります。お前らの常識もこの状況もみんなまとめてひっくり返したこれ。いかがでしょうか。このお前らの常識もこの状況もみんなまとめてひっくり返したるわという平子のセリフ、原作には登場していないセリフになります。小説 Can't Fear Your Own World で挽回を披露した際は、ほんならそろそろ奇跡の時間やひっくり返したるわと似たセリフを口にしていますから、このひっくり返すというセリフはそのまま敵と味方の認識を入れ替える坂島横島八方塞がりの能力の比喩と推察できそうです。本編終了後の小説でのみお披露目された平子の挽回がアニメで描かれるのはファン待望ですし、僕としてもぜひぜひぜひアニオリでそのあたりを描いてほしいなと思っています。4、挽回の使用場面。とはいえ平子の挽回アニメ化については一つ懸念点というか解消すべき点があると思っています。それがクインシーとの戦いの中で平子はいつ挽回を使うのかです。皆様ご存知の通り、平子の挽回は1対多数を想定した雑魚狩り用の挽回で、敵と味方が入り乱れての混戦や1対1の状況では役に立ちません。現に小説内で平子は、クインシーが壁の外に分かりやすく陣でも張ってくれたら俺一人で大半は片付けられたと独り言をつぶやいていますから、精霊邸内にいきなり現れて進行を始めた第二次進行では周囲に味方の死神たちがいるため挽回は使えません。その後バールベルト元い霊王府へ乗り込んだ際も周囲には隊長副隊長が大勢いましたし、相手となる親衛隊も一人一人個別に立ちはだかる展開でしたから、この場でも使えるかと言われると正直うーんと言わざるを得ません。そうなるとまるきり新しいシーンとして平子の前にクインシーの増票ゾルダートが退去して押し寄せ、多くの隊長を逃がすためや他の隊長の負担を減らすために平子が増票相当を買って出るみたいな展開があるでしょうか。シュテルンリッターのネームドキャラはストーリーの中でそれぞれ対峙する相手が明確に決まっていますから、そこから大きく外れることなく描くとするならこんな感じになりそうですね。とここまで平子の挽回がアニメ化される前提でお話ししてしまいましたが、ティザー映像でお披露目された平子のセリフが挽回とは全然関係ない文脈のセリフの可能性もあるので、期待半分くらいでいるのがいいかもしれませんね。アニメ第2期は2023年7月からなので今から半年後ですから、こんな感じでああでもないこうでもないと妄想しながら過ごすのもまた一興じゃないでしょうか。今回の動画はここまでです。動画が少しでもいいなと思っていただけたら高評価チャンネル登録していただけると動画作りのモチベーションになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。漫画雑談所のケロでした。よしなにー。